言いたいことも言えないそんな夜。完成でーす。いや今お腹割れ。ああそっか。お腹割れない。おにつまチャンネル。おにつま。一蘭のラーメンを作ってみたいと思いまーす。イエーイ。あのですね。あ、にゅんにゅん、あ、あ、まだ喧嘩しないで、お願い。今作るかな。作りたいと思います。なんかすごい東京行った時に初めて一蘭のラーメンを食べた時の衝撃的な濃さ、びっくりしたよね。美味しかったよね。うん、まあ、基本縮れ麺好きなんですけど、まあ、この一蘭のラーメンはまあストレート麺なんですけど美味しかった。ただねちょっとまだリオンちゃんが生後5ヶ月ぐらいだったんですよ。なので抱っこひもをねおんぶしながら食べたっていう、狭いじゃないですかあそこ。なんかあれちょっとびっくりした。まあ、仕方ないんですけど、まあ、そういう思い出がありますね。リュートと旦那はちょっと離れたところで食べて、私とリオンはなんかこう子連れ母ちゃんみたいな感じでこう食べた淡い記憶があります。ようやく札幌にもできてすごい嬉しい。ラーメンこんな感じ。見えるかな。そうめんみたいな感じで入ってるよ。ほら。パパお腹空いてる？お腹大丈夫？うん、あ、じゃあ普通に4麺あげてっかな。あ、すごい簡単。スープとなんかこの薬味？言いたいことも言えないそんな世の中じゃ。あ、なんか水のもあった。あったかな。なんか野菜たっぷりだとラーメンって美味しいじゃない？あれ。汚かったからちょっと。これ函館行った時にね、おしゅうとさんが買ってくれたんですけど飲まなくて。今飲みます。うまい。ゼロなのにうまいんですよ。最近のゼロすごい美味しいよね。改良に改良を重ねられてる。うん、美味しい。
せていくみたいな感じですね。でもリュウトのあるよ、そっちに。じゃじゃん。全然オッケーじゃん。ごめんね、もうさ、プラスして追加しちゃったからちょっと見栄え悪いんだけど、美味しい。リュートできたよ。いただきます。そうそうそう、そういうこと。よっしゃ、ありがとう。はい、どうぞ。パパ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 、ありがとう。何それ。あ、いよいよ、この、そのまま欲しい、欲しい。え、ちょちょ、リュウちゃんのそれ。いやいやいや、君も欲しい。食べたくなった。あれ、なんか食べたくなかったら、あれ、俺言うから。はい、いただきます。はい。いただきます。うちらの味する？うん。美味しい？うん。おう。これ辛いの入れて、辛い。うん。辛いの。うん。いや、今お腹悪い。ああ、そっか。お腹悪いの。めっちゃうまい。よかった。よかったってか、その通りに作ったんやろ。シールドがね、まだ余ってんだよね。あれ、リュウちゃんたちそのシール飲まないじゃん。うん。なんか家で食う方がうまいじゃん。マジで？具材がさ、なんで動画の方向いてると目の向いてる方が違うの？もう見てごらん。ん？ YouTube 向いてる方がだって。俺が YouTube 向くと違うところ向いてるみたいな。うんうんうん、食べちゃえ、りゅうちゃん、いいから。うん、だから、言っただけでしょ。あ、そっか。りゅうちゃん、食べなくてもいいんじゃねえ。りゅうちゃん、ご飯でおいで、チューチューで、チューチュー。え、フォークないか。フォーク。フォークか、箸。箸だ。箸で。じゃあ、手から下から。これ入れていいよ。いや、自分で食った方が。YouTube もうダメなことしてる。ん？オレンジジュース。いただきます。うん、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 うん。あったか、ここのこの子。いや、熱くないよ、全然。もう食べてる。あ、なんかママ、シシなんか、うん、うんうん、うんうん、うん、うん、ラーメン熱くないって、冷ましてフープして、あらら、たぶんリオの将来 YouTube 好き好き成人になるわ。リュートと一緒でしょ。あるよ、まだ。あるよ。うん。確かに。全部もうないの？たまには細麺も美味しい。うん、確かに。熱で食べると美味しいかも。ゆうと食べないの？絶対そうだ。これに落として食べな。はぁ。じゃあ、ママにやってもらえな。まだ熱い？出てきたー。うん、これなんか細麺タイプのラーメンなの。細麺あんま好きじゃない。まあ、そういう人もいい。細麺とか縮れ麺が多いもんね。北海道もね、味がしっかりしてる。
僕らってね、大の子のメニューめっちゃ無理だから大丈夫。美味しいわ。うん、うん。